藤間でございます。今回は2022年にビットコインが大復活するという10個の理由について解説していきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨について毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。今日ですね、クラーケンインテリジェンスの方に、興味深いね記事があって、ビットコイン復活の兆しの、まあ、10個のオンチェーン分析について解説している記事があったんで、それをちょっと引用しながらね、僕も解説していきたいなと思うんですけども、まずオンチェーン分析っていうのはブロックチェーン上の取引データを分析して仮想通貨トレードに生かす手法のことを言ってます。チャートをね、単純に見るチャート分析だけじゃなくて、いろんなそのブロックチェーン上の、まあ、分析ができるってことで、まあ、仮想通貨独特の、まあ、分析方法で、10個今回はあります。でそれによるとビットコインがまだまだ上昇するね、兆しがあって、2022年ね、最高値を更新してまだまだ爆上げしそうだなっていう話がね、あるので、その理由をね、説明していきたいなと思います。一つ目が、これイーサリアムの指標なんですけど、イーサリアム対数回帰レインボーというのがあります。イーサリアムのチャートを表すと、歴史的な価格推移を対数回帰で分析してレジスタンスとサポートを測る指標です。どの地点から測るかによってレジスタンスサポートの水準が多少異なるんですけども、こんな感じでね、曲線をまあ描けるわけです。そうすると一番高いところ、バンド8っていうんですけど、ここに達した場合イーサリアムが 21,689 ドル付近になるということでね、約ね、240万円ぐらいになるということになりますので、今ちょうどねバンドの真ん中ぐらい、バンド5とバンド6の間ぐらいに、まあ、これ取ってる段階で言えば3200ドルぐらいなんで、推移してるんですけども、まだ真ん中ぐらいなんでね、まだ今から上昇する余地あるんじゃないかというねことで、これを見ると、まあ、イーサリアムがまだ上がる余地がある、つまり、まあ、アルトコインがまだ上がる余地があるっていうことがありますので、ビットコインも当然上がってこれるんじゃないかなという感じになってます。2番目が、ボトルウェーブってやつです。これは少なくとも過去1年間移動しなかったビットコインの割合についてなんですけども、2つね、青色と紺色、青色とか紫と紺色みたいなところのグラフがあるんですけど、この紺の部分が、紺の部分のパーセントの方が、1年間移動しなかったビットコインの数なんですよ。ものすごく多くて、今取ってる段階では2022年の1月で 60% ぐらいあります。つまり、ビットコインの供給量全体に対して6割はガチホなんですよね。動かす気がないやつがありますので、実はもうね、ほとんどは、もっともっと高い価格にならないと売るつもりがないということがわかります。でこれは実はこの紺色の部分っていうのは価格と逆相関するんですね。まあ、つまり、これが高くなれば高くなるほど価格は下がってきていることが多いと。でこれが紺色の部分が下がってきた時に、バブルの天井を迎えているんですね。この赤い印のところがそうだと思うんですけど、赤い丸のところね。だから逆に今この紺色がすごい高いっていうことは、今からこれがまた下がって価格がかなり上がっていくんじゃないかということが言えるわけです。じゃあ3番目、ビットコインの200周移動平均マルチブルっていうのがあるんですけど、200周移動平均線が、ありますと。そっからビットコインの価格が何倍ぐらい離れているかっていうのを表す指標なんですけども、バブルだった2013年の終わりとか2017年の終わりはそれぞれ 13倍とか15倍とかつけてるんですね。で今はたったの2倍ぐらいしかありませんと考えたら、まだまだね上がってこれるんじゃないかなという分析になるんですね。で仮に今まで過去と同じように200周線の、まあ、10倍から15倍で推移する場合は、193,110 ドルから289,665ドルということで、価格的には2000万から3000万ぐらいになるのではないとかと、 1BTC がそういう分析です。4番目、ビットコイン強気相場週間サポートってのがあるんですけど、これは EMA っていうね、20周指数平滑移動平均線っていうのがあるんですけど、
と SMA というね20周移動平均線、まあ、単純な移動平均線がまあサポートして機能しましたというのがあって、この価格が2つの平均線をサポートに、ビットコイン価格がこの2つの移動平均線をサポートに反発して新たな上昇トレンドラインを作る傾向があるということでありますんで、これを見る限りは、今ねちょっと、弱気相場になってる可能性はあるけど、まあ、ちょっとね下がってこれを割ってきて移動平均線割ってきたけど反発するっていう場面も過去には結構 あるので、単純にねもう弱気相場になってるとも言えないですよね。例えば2013年から14年のところを見てもらうと、一旦割ったけど思いっきり反発してるみたいな場面もあるので、今のね、移動平均線より下にあるからといって、もうバブル終わったとは言えないかなという感じになってます。で次5番目が、Google 検索するとビットコインについてなんですけど、Google トレンドスコアは34ぐらいですということなんですけど、過去最高は2017年の12月に記録した100っていう値なんですね。でそう比べるとあんまり今ね検索されていないと、で2021年見ても2017年ほど検索されてないので、もう一回たくさん検索されるような時が来るんじゃないかという話なんですよね。例えば100以上150とかまでね、検索数が、上がるということ、そうする場合価格も上がってきやすいよねってことをね言ってます。これは紫の線が価格で赤い線が検索数なんですよね。だからもう一山ぐらいあるんじゃないかなと思います。じゃ次がビットコイン対数成長曲線っていうのがあるんですけど、これは2011年1月からのビットコイン価格の推移において、赤い線の天井と、緑の線の底を、まあ、描いてるんですけど、今真ん中よりちょい下、もうやや、ね、緑に近くなってます。ちなみに緑に入ってくるのは、3万5000ドル以下ぐらいのところになります。そこまで来ると売られすぎなんで逆に買ってきましょうねってことなんですけど、ここまで今行ってないんですよね。でもし、買われすぎのところに行くと、11万ドルから15万ドルぐらいまでのところ、だからビットコイン1300万円から1700万円ぐらいのところまで、飛ぶんじゃないかという説もあります。で次7番目に、ビットコインの、月間ボリンジャーバントと RSI の関係性について見たんですけども、まあ、下がねどう見ても RSI なんですね。 RSI が今までね、100にタッチしたことが何回かあります。2013年と、2017年ね、それぞれバブの時で、今回はそこまで行ってないのでもう一回タッチするんじゃないかってことが言いたいということになりますね。あとは、上のねボリンジャーバンドのところなんですけど、これも、上のタッチまで行ってないんですよね。もし上をタッチする場合は、凄まじくて、1億円ぐらいになっちゃうんですね。ごめんなさい、1000万円ぐらいになる、1000万円以上にビットコインがなるということになるんですけど、そこまでタッチしていないのでまだ上がってくる余地があるんじゃないかということが言いたいということです。で8番目、ビットコインの MVRVZ スコアっていうのがありました。これは、マーケットバリューとリアライズドバリューっていうのがあって、ビットコインの時価総額と実現価値からビットコインが売られすぎ、買われすぎかを測る指標ですということで、これは、7から11、ピンクのボックスのところが買われすぎ、0.9 から0.3 のところが売られすぎってことなんですけど、今は結構下がっていて、もうやや売られすぎに近い値なんですよね。でもこれ過去見たらわかるんですけど、なんかこれ自体がサポートラインがあって上昇トレンドサポートみたいなのがあってパーンと跳ねてますよね、過去もね。だからそういう場面がもう一回あるんじゃないかということがまあ言いたいみたいですね。はい、じゃあ次が、ビットコインの SOPR っていうのがあります。Spent Output Profit Ratio っていうのがあって、売却価格割る購入価格の割合なんですけど、これが一応上回ると、ビットコインホルダーが利益を出せる状態であることを意味していて、逆に
下が1が下回ることは売却時に損失を出したくないので、ビットコインを売りに動く投資家が少ないってことになるんですけど、今がね、1を若干割ってんですね。これ、緑の線を見てばわかると思うんですけど、まあ、1にちょうど乗ってるか、ちょっと下ぐらいなんですよね。で、0.95 っていうところに落ちると、かなり大底圏なんですけど、今真ん中ぐらいなんで、またこれがパーンとね、1.1 とか 1.05 を目指して、跳ねてくるような場面があると価格もボーンと上がりやすくなるということでした。次がストックフロー分析。これはね、プラントゥービーっていうね、有名な人の、やつの分析と一緒なんですけど、ストックフローっていうのは、ビットコインのね、総供給量と新たな供給量をもとに算出される、まあ、希少性をね示す、指標となっています。で、これ上見たらわかるんですけど、黒い線がストックフローのやつで、虹色の線が価格なんですよね。で、これが、何回かね、このストックフローの線より、上にね来てるんです。何回もバブルの時は2013年とか2017年に来てるんですけど、今のとこまだ来てないんですよね。2020年からの価格で言うとね。で、ちなみにストックフローの線を上に超えるのは、10万ドルなんで、1150万円以上とかになるんで、ポンと跳ねてきて上に抜けた場合は、まあ、2000万円とかなったもおかしくないよね、ということで、まあ、言いたいということでした。あとは下にね、ダイバージェンスの値出てるんですけど、これ、赤くなっていると、売られすぎなんですよ。この緑と赤の線はね。で、今結構ね、2020年からずっと売られすぎに来てるので、こんなにまあ長くね、売られすぎに来てることはなかったんで、一旦またね、上昇トレンド来ると、2000万とか跳ねてきてもおかしくないねってことが見れるということでした。ということで今回ね、まあビットコインをメインにやったんですけど、まあ仮想通貨がまだまだ、今年大復活できる兆しがあるということで、クラーケンが出してた10個のオンチェーン分析、これを解説してきました。ということで、ビットコインね、まだまだこんな感じで、そのオンチェーン分析によると、まだね、2022年に上昇していく余地があると思います。僕もね、予想とした価格として1500万円ぐらいから、まあ、マックス3000万円ぐらいビットコインが上がる可能性があると思ってます。で、それを狙って、ビットコインを長期ロングしてます。で、バイビットっていう仮想通貨取引所だったら手数料がとても安いので、それでずっとね、何ヶ月も、長期ロングして、最後ビットコインが、高値圏に行ったら、利確すると、まあ、そういう方法で、まあ、大体10倍ぐらいはね、レバレッジ3倍とかでも今からロングしたら、10倍以上とかにはなるので、結構爆撃取れるんですよね。だからまだね、ビットコイン正直持ってない、アルドコインばっかりいじってたとかいう人とか、レバレッジ取引やろうかなと思ってるけど、迷ってるって人はぜひね、ビットコインをレバレッジ3倍以下、2倍か3倍とかでバイビットで長期ロングするっていう方法ね、かなり勝率が高いし爆撃する確率も高いのでおすすめしてますので、バイビットの口座持ってないって人はぜひね、動画の説明欄または動画のコメント欄にリンク載せておきますので、ぜひ登録して始めてみてください。ちなみに、紹介コードっていうのを載せてますけど、それを入れると手数料が安くなるので、普通に始めるよりは、僕のリンクから登録した方が安いので、ぜひやってみてください。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕がね、発売した、初めての著書、33歳仮想通貨でファイアした僕の投資法という、ね、本、かなりね、好評なようで、相変わらずアマゾンのね、売上ランキングの上位に来てますので、まだ持ってないという人は、アマゾンとかヤフーとか、楽天とかで買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できると
いうシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスより、ね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。フジマナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。